はい、皆さんこんにちは。こちらビッグカメラのスマホリングのコーナーなんですけどもね、本当に種類がたくさんありましてね、いろんなデザインのがね出てるんですよね。まあびっくりですよね。まあそれで、こちらね、私一つね気になった製品があります。こちらのエレコムさんが出してるね、猫のデザインのリングなんですよね。でまあ猫好きとしてはね、これぜひチェックしてみたいということでね、一つ買って帰ることにしました。エルコムさんといえばね、こちら、まあどちらかというとね、質実剛健なデザインかと思いきや、最近はこんなのも出してるんですよね。で今日はまあね、これ親父が使っていいかは別として、猫好きとしてこのリングの方をね、チェックしたいと思っております。はい、それではですね、こちらパッケージです。落下防止フィンガーリング、ちょっとエレガントなパッケージですけども、じゃあ開けてみますね。でね、こちら出てきたのがまず本体ですね。これがじゃーん、ちょっとねリボンとゴールドが印象的ですけども、でこれがね取説が入ってるようなので、ちょっと見てみますが、はい、これねあれれれって感じでね、 iPhone 8、8 Plus には、ご確認をくださいということでね、どうもねガラスバックの iPhone はですね、コーティングの関係で粘着力が弱いらしいんですよね。だから10もね含めての話ですけどもね。でなので間に透明フィルムを挟んでくださいということでね、まあ、こういったねフィルムが添付されているんですね。でこちら本体です。で本体チェックしますが、まあやはりね、女性を意識したデザインなんでしょうかね。まあこの首輪に当たる部分のリボンがですね、ちょっとまあこう美しい可愛い感じになっていますけどもね。まあこんな感じで、まあ持った感じはね結構軽い印象ですけどもね。でこれ裏側粘着部ですがね、まあこれ普段見ているねリングの両面テープとはねちょっと質が違うみたいでね、シリコンみたいなイメージでしょうかね。まあこんな感じでね、まあ黒猫、表情がねシュールな感じですけどもね、結構可愛い感じ。ここはね、まあ若干柔らかめですけど、まあグラグラはしないという感じです。はい、それではね重量の方をね気になりますよね、測ってみます。でまずはねこちら 12g なんですよね。で参考としてですね、他のリングも測ります。これアイフェイスのやつですけどね、これがね 21g ですからね、これより軽いんですね。でシュピゲンのリング、こちらはね軽そうだけど、これが15だからね、まあこの猫のが一番軽いってねことなんですね。まあ、これ最軽量ですね。でお次厚みの方でございますが、まあ、リングはね厚みがありすぎると嫌なんですけどね、まあ、これ測ってみるとだいたいですが 7.2 ミリというね感じで、まあ、これ剥離シートもね入れた厚みにはなっています。でこちらのシュピゲン 4.4 ミリですね。でこれより分厚い。でこちらアイフェイスのリング、こちらがですねだいたい 9.6 ミリなんでね、まあこれ順位をつけると、まあ、こちらの猫がですね真ん中というね感じ、まあ、ざっとねこんな感じになります。で先ほどの10と8、8プラスの注意点ですけどね、パッケージの裏にですね QR コードがね載ってるんで、これをねちょっと見てみましょう。でこちら、QR 読み込んでね、エレコムのホームページに行くとね、まあ、先ほどのこの透明フィルムのね話も入っていますが、まあ、その下にですね、まあ、この裸じゃない場合は、まあ、この推奨するケースを使ってくださいということでね、まあ、これエレコムのねこれリストが出てきてますが、まあ、これに近い材質ならほぼいけるという感じでいいんでしょうかね。でデザインの、ね、相性です。でこちらはまあ私はねこのジョイソケット、まあ、ポップソケットとも言いますが、まあ、こちらがね、ついてるんで、今、ついてないやつで言うとね、このカラパックスのね、やつ。これにつけてみたらどうでしょうか。まあ、色合い的にはね、まあまあ合ってるっていう感じでしょうかね。で、まあ、あとはね、これ iPhone X で言うとね、まあ、こういった感じの合わせになりますかね。まあ、比較的シンプルなね、デザインのケースに合うのかなというね、ところですけどね。で気になるのはこの純正シリコンですけど、まあ、これもデザイン的にはね合いますけどね、ちょっと粘着が気にはなるんでね、これ後ほどね実際に貼り付けてね試してみたいとは思っていますけどもね。
で、まあ、あとはね、これうちの奥さんの8プラスですがね、まあ、この純正のレザーケース、まあ、これなんかね、こうデザイン的に合うんでしょうけども、まあ、ただね、これレザーなんでね、こういうの貼り付けると剥がした時にね、表面が剥がれちゃうんで、まあ、レザーはやめといた方がいいでしょうね。もうこれ剥がさないって気持ちでやるしかない。でも裸、一番合うのは裸でしょうね。こういう感じでね、デザイン的にはもう色合いもね、バッチリですよね。まあ、やはりね、こうゴージャス感のねあるねデザインになるんでね、まあ、やはり猫好きの女性なんかにおすすめしたい感じなんでしょうかね、これね。そう、それではね、実際に貼り付けていきたいと思います。で、まずはこのダメだと言われている裸に直接貼ってみたいと思います。まあ、これね、剥がれやすいというふうにね書いていますけど、実際のところどうでしょうね。で、こちらがこの粘着部ですけどね、まあ、パッと見やっぱりね、ちょっとシリコン系の粘着物のような感じがします。で、これね貼ってみます。ペタッ。で、これね、強度ちょっとねチェックしてみますが、あ、やっぱねダメなんですね。これね、ガラスバッグコーティングの関係か、すぐに剥がれてしまいますね。やはりエレコムさんが言う通りダメなんですね。なので、こちらの粘着シート、透明シート、これをですね、間に挟んで貼ったらどうでしょうか。で、これまあちょっとね、撮影しながら適当に貼りましたから、少しねザクッと貼っちゃったんでね、まあなんか若干気泡残ってますけどね、これ後でねちゃんとやったらね綺麗に貼れますね。そう、それでね、剥離シートは実は、表面にも入っててですね、でこれだから裏表両方をね剥がして、貼り付けるようですね。で、この透明シートの上に、まあ、この猫のリングをね貼ってみましたけどもね。で、ちょっとね強度どうでしょう、チェックしてみます。やはりね、これ言われた通り透明シートを挟むとすごいね、強度が出た感じで、全然剥がれる気がしないですよね。だから、まあこのガラスバッグの10と8と8プラスはね、この貼り方というね感じのようですけどもね。でね、これ無理やりね剥がしたらどうなるかやってみたんですが、そう、これね、なかなかね剥がれる気がしないんですね、これ。で、ぐーっといったらね、これ結局ね透明シートとね一緒に剥がれるぐらいな感じでしたよね。はい、それでね、お次はですね、こちらカラパックスのケースにつけてみます。でね、これつけるとね、まあ、最初この状態だとちょっとね強度心配だったんですけど、まあ、ちゃんとねこれ iPhone を入れてですね、で、こうやって、引っ張ってみると、iPhone がね入ってその状態で押し付ければね全く問題ないみたいなね感じ で、まあこれね、スタンドの機能もちゃんとね使えたんでね、だ、まあこういうケースがね TPU かなんか問題ないみたいですね。で、これシピゲンの、こちらはリキッドエアってやつですけどね、ちょっと汚くて申し訳ないですが、これもね強度問題なさそうですね。で、あとは気になっていた純正シリコンですけど、これね、やはりシリコンはね厳しいんじゃないかなと思いましたが、案の定ね、やっぱりちょっと弱いですね。やはりね、このぬるっとした感じがダメなんでしょうね、接着には。なんでね、この純正シリコンはあまりおすすめできないという感じです。で、これ裸のアルミです。で、アルミはね特に問題ないというふうにね、歌っていますが、どうでしょう。あ、確かにね、これしっかりね強度が保てるというね感じのようですね。問題なしですね。で、使い勝手です。で、まあこれ、まあリングとしてはね、まあ、通常のものに近いので、まあそんなにね、気にすることはないんですが、こうやって指を入れてね、まあ、この操作の方ですけども、まあ、あの端にもね届きますし、まあ、ホームボタンにも届くということでね、まあ、この操作感はね全く問題がない感じがいたしました。で、このスタンド機能もね、こうやって、しっかり使えるということでね、まあ、ぐらつきもなくね安定している感じがしました。で、これ裸でつけるとね、こうやって猫の頭にねリンゴ乗っけたりできるんでね、まあ、結構ね可愛いっちゃ可愛いですよね。この iPhone の8 Plus のねゴールドにぴったりのね色合いっていう感じでね、まあ女性向けっていうイメージでしょうかね。で、まあ私はね、これ家でこのリボンなんかもあるんでね、こそっとちょっとね、このカラパックスでね使おうと思ってますけどね、
まあ、ちょっとね、この指紋がね、つきやすいっていうのが難点っていう部分はありますが、まあ、ツヤのある黒のね、まあ、宿命かなっていうところで、ここは諦めるしかなさそうです。はい、ということで、こちら、猫のデザインのリングでしたけども、まあ、やはりね、デザイン上、女性をね、かなり意識した製品なのではないでしょうか。まあ、女性の視聴者の方のね、猫好きの方にぜひおすすめしたいというのとですね、まあ、男性の視聴者の方にもですね、まあ、奥様とか彼女とか、まあ、お姉さん妹とかね、にまあご紹介していただけると嬉しいですよね。で、まあ、これ一つだけね、ちょっと注意点は、材質によってですね、ちょっと粘着がしづらいものもあるようなんでね、それはちょっとね、注意点かもしれませんね。はい、ということで今日は猫のリングを猫好きとして紹介いたしました。それではまた。この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。